ってらっしゃい。じゃん。息子が殴ってあげた穴。やっぱりすっごい興味があるけど一歩勇気が出ないみたいな人が多いみたい。そうですよね。ちょっと怖いっていうのもあるし、うんうん、失敗が怖いからどこで受けたらいいのかなみたいな。クリニックも多いですからね。アートメイクやってる。そうですよね。でもやっぱりここが一番日本全国大きくないですか。そうですね。店舗数としては多いと思うな。すごい。めちゃくちゃうまいですよね。みんなこんなにうまいの？すごい。松倉さんだから。すっごい本当に感動するこの瞬間。すごいですね。まあでも赤くないですね。うんうんうん。今ちょっと嬉しい。すごい。良さそうですね。うん、あとは頭を起こしてバランスを、はい、見ていただきます。一旦色だけちょっと見てください。ここから少し明るくはなってくると思います。もう今ほぼすっぴん、違うすっぴんじゃないけど眉毛もう完全に今2回目で出来上がったばっかりなんです。ちょっと自分とって喋ってるの恥ずかしい、やめよう。アイハーブが届いたので購入品紹介をしていきます。じゃあまず最初はこれ、グラブグリーンの 3-in-1 ランドリーのディタージェントポッツです。これね、ベチパーの香りで初めて買ったんですけど、すっごいいい香りだった。すっごい好きだった。しかもなんかこのおまけみたいなドライヤーシートが入っていたんですよ。これが入ってました。これは60個入ったタイプだからしばらくあると思う。すごいいい香り。なんかね、独特ですよ。洗濯してもすごいいい香りだった。一回使ったけど。次は、じゃじゃん。これ買ったことある人いるかな？私も最近他の YouTuber さんを見てて知ったんですけど、ベルベラのヨーグルトを作る粉です。粉。4つ入ってるんですけど、今1個作ってみたんだけど、こういうのが4つ入ってます。
ヨーグルト普通にできました。ヨーグルティアを使って普通の豆乳1パックにこれを1袋入れて42度の設定で何時間ぐらいあったかな、6時間ぐらいしたところでできたと思う。ちょっと癖はあるんですけど、ビーガンでグルテンフリーでノン GMO だから、ヨーグルト食べるのに制限がある方とかは結構いいんじゃないかなって思います。うん、めちゃくちゃ美味しいって感じではないけど、全然ヨーグルトって感じでした。どんどんいくよ。次はこれ缶詰ですね。トンゴルツナのツナ缶とピンクサーモンの缶詰。もうこれはお弁当用です。お弁当を作るために、これはリピートです。まあ大きいから日本のツナ缶のサイズ感とは全然違うんですけど、なんかこの光やっぱ見づらいね。次はこれ、まあ、リピートですね。いつも私が買ってるスモークされた柿のオイル漬けの。でもこれちょっともう正直本当飽きてきた。この間ちょっと食べたら飽きてる自分に気づいた。もうこれ買うの最後かもしれない。本当に繰り返し買いすぎた。ハマりすぎて。次、ドレッシングを買いました。セサミ、タマリ、ビネガーで、ビネガビ、ビナオーガニックのセサミのドレッシング。これはビーガンでクレルティフリーですから、割と誰でもみんな食べれる系の。食べてみようかな。うちの子ごまどれが好きなんですよ。だからもうごまどれにしました。他にも種類あった気がする。ちょっとちゃんと覚えてないけど。あ、使いやすそう。出してみた。いただきます。うん、酸っぱ。なんかマイルドな系のごまどれじゃなくて、結構酸っぱい、かなりビネガーの、結構酸味が効いてるから酸っぱいのが大丈夫だよっていう方はいいと思う。あ、結構酸っぱい。私は美味しい。息子はどうかな。次はこれです。サンリピットリポソーマルビタミン C。 これはビタミン C の、まあ買ってる方も多いかなと思うんですけど、私もちょっと挑戦してみようと思って買いました。これ直接いけるかな、無理かな。でも味見した方が伝わりますよね。どうしようか。水に出した方がいいかな。うえーってなるかな。なったらなったで飲んでみる。うーん、まずっ。甘っ。なんかカラメルクリームとかぐらい甘い。ビタミンって感じじゃないけど、前のこの、これの有名なやつ何でしたっけ？リ、忘れたな名前。あれみたいに苦酸っぱいみたいな味じゃなくて、もう甘たる、甘辛まるみたいな味です。なるほど。どうやって飲もう。ちょっと水に落とした方が飲みやすいかも。味わいたくない感じの味がした。次はもういつも買ってるエルフのミネラルインフューズドマスカラのブラック。これはもうリピート品ですね。ちょっとしっとりして上まつげと下まつげが絡まるけど、私にとってはまぶたがかぶれないっていう意味ですごくお世話になって重宝してるエルフのマスカラ。 LINE が来た。で、ナトラケアのパンティーライナーかを買いました。なんか何種類かあって、これ3種類目かな、試していってるんですよね。こういう感じ。どうやろう、結局ナトラケアが一番いいと思ってるので、これは普通にまあ使っていこうと思います。で、最後、今日高速で終わらせる。最後はこれです。マスクをメディヒールのお3個とラディアントソウルビューティーのお3個買いました。これはファーミングシートマスク、これはプランピングシートマスク、これはハイドレーティングシートマスク。メディヒールのはなんかブク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 した泡タイプになるのを3種類買ってみました。なんか YouTuber さんで紹介されてる人最近多いなと思って、どういう感じになるかわからないけど、またインスタに載せますね。という感じで今日の購入品はこれで終わり。高速すぎたかな